8月13日、伊豆半島に上陸した台風8号。松崎町で川が氾濫し、大きな被害をもたらしました。さらに9月2日、今度は浜松市が記録的な大雨に見舞われ、住宅に浸水被害が出ました。災害が多発する中、これまで以上に重要性を増しているのは、早い避難です。全国では痛ましい事態も起きています。2018年の西日本豪雨、岡山県倉敷市真備町では、犠牲になった人のうち42人が高齢者や障害者でした。また、おととし熊本県で川が氾濫した際には、高齢者施設で入所者14人が命を落とす事態が起きています。配慮が必要な人の避難をどう進めるか、対応が急がれる課題です。モデルケースの訓練として、これから実施をいたします。お集まりいただきまして、こうした中、8月19日、小山町がある避難訓練を行いました。今回避難をする対象者はたった一人です。今日訓練に参加の同意を得ました、小野孝之さんでございます。よろしくお願いします。小山町で一人暮らしをする小野孝之さん56歳。19歳の時交通事故に遭って左手足に障害が残り、車椅子での生活を送っています。小山町は小野さんのような避難に支援を必要とする人一人一人に合った個別の避難計画の作成を目指しています。今回の避難訓練を第1号のモデルケースとすることで、机上で想像するだけでは分からなかった実際の問題点、改善点を浮き彫りにしたいと考えています。最終的には避難行動要支援者の個別計画を作るなどして、安全を図りたいと思っておりますが、訓練が必要な場合にどのように訓練をしたらいいのかというところをモデルケースとして訓練ひとたびやってみると、うまくいかないところがあるかと思いますが、それを浮き彫りにするというのが目的でございまして。小野さん、避難しましょう。避難大丈夫ですか？避難しましょう。お願いします。参加したのは地区の自主防災会や民生委員、ケアマネージャーなどおよそ20人。震度6強の地震が発生し、建物に倒壊の危険が発生。指定避難所である近くの小学校へと避難を開始する想定で行われました。まず行われたのは、車椅子に装着すると介助がしやすくなる車椅子補助具の装着。車椅子補助具は町が所有していて、自主防災会のメンバーは車椅子補助具を使うのも目にするのも初めてです。この中に入った、そうですね、そういうやり方です。小野さん大丈夫ですかね？大丈夫、はい、じゃあこれから明治小学校を向かいましょう。避難所までの道のりは 1.2 キロ。その間には介助に力が必要な上り坂やスピードが出やすい下り坂、交通量が多い信号のない交差点など、想像していたよりも移動の支障になるものは多くありました。また車椅子では小さな段差やくぼみでも大きな衝撃となるため、慎重に声かけをしながら安全を確認する必要もあります。段差があるんでですね、はい、そこを十分注意していってください、はい、車椅子の介助を交代しながら行ったためか、想定よりも早く避難所に到着。続いて
トイレや水道などの確認をしますが、こちらがトイレで、右側が実はこういう普通の状態です。なのでちょっとどうでしょう、使えちょっときついんじゃない、これだったら足を使えるから、はい、入れるけど、はい、足使えない人いるからそういう人は無理だ、ね、ちょっと無理ですね、はい、わかりました。小野さんは大丈夫なんだね。小野さん大丈夫、手すりとか何か捕まるところがあります？手すりはないですね。小学校には障害者に対応したトイレがないため、避難をしてもトイレを使えない人が出てしまう問題点が見つかりました。補助具っていうことすら知らずにいて、まあ、あ、こういう便利なものがあるんだなと思って、まあ、勉強になりました。補助具があることでかなり楽に、まあ、運んで移動してくれたのかなと思っています。本当に災害があった時、ちょっと狭い道とかやっぱ瓦礫があったり、いろいろその時になったらもっと大変だと思うので、やっぱできるだけの人数で行動、避難できればいいなと思います。反省会では車椅子補助具などの介助をサポートする物資は全員分準備するべきではないのか、役割分担を明確にする必要があるのではないかなどの課題が共有されました。小野さんも要支援者の代表として意見を発表します。水道のところやっぱり健常者用に作られてるから、車椅子では使いづらい。できれば一つでも車椅子が入れるようなところを作ってくれるといいかな。車椅子の方が3人いるので、その人たちをその、ね、補助具の方が3つあるっていうことは本当にベストなんですけども、それが多分今区の方には何もないので、まあ、1つでもいいから欲しいなっていうふうにちょっと思いました。これまで小野さんは避難に不安を感じていたと話していましたが、実際に訓練に参加することで避難のイメージが明確になり安心したと振り返ります。自分でできるかなっていうのはありましたけど、実際やってみてみんながサポートしてくれたから全然楽にできました。それぞれ準備にかかって小山町が動き出した避難に支援が必要な人を守る取り組み。こうした小さな取り組みがいざという時に命を守ってくれるはずです。